皆さんこんにちは、のわわわ。今日は簡単なコードネームのおさらいをしようと思います。コードネームを活用してコード奏で弾けると演奏の幅も広がります。ではまず C コード、 C のオーギュメント、 C のディミニッシュ、 C のセブンス、 C のメジャーセブン、C のサスフォー、 C のサスフォーから C へ行きます。簡単なコードネームを理解してコード奏で弾けるととっても便利です。 CC のオーギュメント、 C のディミニッシュ、 C7、 C のメジャーセブン、 C のサスフォーから C。 これはとっても便利です。今度は F のヘ長調のコードで弾いてみます。 F の基本形、 F のオーギュメント、 F のディミニッシュ、 F7、 F のメジャーセブン、都庁長のコードで弾いてみます。 G、 G のオーギュメント、 G のディミニッシュ、 G7、 G のメジャーセブン、G のサスフォー、 G。 簡単なコードネームを活用してコード奏で弾けると演奏の幅も広がります。同じコードが続くときはまたはオルタネートといった奏法も活用すると演奏の幅はぐんと広がります。同じコードが続くときはクリシェ、単調な曲は軽快な動きになります。少しずつコードの押さえ方を理解して単調な練習曲を弾くときはオルタネート、クリシェといった奏法を活用すると演奏の幅は広がります。ぜひ
皆さんも試してみてください。使用前、使用後、先生もいろいろ髪型も変わります。また明日もとっても楽しいお稽古が待っています。良い子の皆さんもダジャレ、今日のお題、なぞなぞ、いろいろ考えてきてくださいね。